皆さんこんばんは。4月2日土曜日のてっちゃんの部屋ラジオミニ第17回目でございます。よろしくお願いします。鉄のファンです。新年の一発目の収録に出会い、皆さんにお届けする回ですが、本当はね、3月のね、末頃にやろうかなと思ったんですけど、いろいろと予定が立て込んでおりまして、4月に1日というわけになってしまいました。ということで、この4月1日2日、まあ新年度ということで、皆さんの中には、ね、環境が変わったりとか、確か今まで自分のやってたことをさらにアップデートして、リニューアルするって方も、いるのではないかなと思いますので、ぜひ新年度から皆さんよろしくお願いします。ちなみに、私の活動で始まることといえば、前々から予告しておりましたが、まあブースでね、素材屋さんというものを開くんですけど、一応前にもお会話しましたが、ゴールデンウィーク前の、開設を予定しております。そうなんですよ。今年のゴールデンウィークって、4月の29日から、まあ、の金曜日から、まあ、始まるんですけど、そこの大変を目標に頑張り、作業を進めていきたいなと思っています。まあちょっと、本当に冬休み期間中全部準備揃えて、1日からとは思ったんですけど、予想以上にですね、やることがいろいろとありまして、こっちまで手が回りませんでした。で、本当もね、施設のホームページの方も手がついてないんですけど、本当申し訳ないなと思いまして、順番に進めていくので、待っていただけたらと思います。なので、4月から、なくなるものはないです、私は。4月から3月までで終わったものはないですが、4月以降もどうぞよろしくお願いします。ということで今日はですね、珍しく質問箱をやりたいと思います。皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。メールや質問箱やコメント欄、YouTube のコメント欄でお待ちしておりますので、手軽に送ってください。では本編始めていきましょう。それじゃあ質問箱のコーナー行きたいと思います。皆さんからいただいた質問箱の質問にどんどん答えていこうというものです。最初の質問、負けず嫌いですか？それとも自分に勝てる領域での負けず嫌いということで、まあそんな、なんだろう、負けたからって凹む性格ではないです、自分は。ただ、まあすごいなぁとは思いますが、負けは全然嫌いじゃないですし、嫌でもないですけど、勝った人をすごいなぁとは思うことは多々あります。そういうもなんだろう、なんかもうちょっとこうやってできたよなっていう、振り返りのところでの後悔っていうんですかね。っていうのが多いですね。次、YouTube でハマっている動画はありますかということで、これね、今、まさにね、ハマってんのが、ラムダ技術部さんっていう、まあ、いろんなね、理系の動画を上げてくださっている方がいるんですよ。例えばその、なんだろう、ちゃんと量を測って料理してみたとか、またはまあ、いろんな、技術のお話とか、本当に。例えばこのなんか携帯電波の話とかもされてましたし、なかなか、で、理系人たちにもね、わかりやすく説明されているので、おすすめです。理系の私が見てもすっごいわかりやすいなって思って、まあ繰り返しね、見ちゃう感じなので、ぜひ皆さんも。で、一つ一つの動画短いんですよね。なんか5分とかなので、すごい見やすいと思います。皆さんもぜひ、隙間時間で、見てみてください。それでは、この質問に戻っていきたいと思います。手紙を書いてて間違えた時消しゴムで消します。それとも新しくも使いますということで、基本的に、まあ、手紙はボールペンで書くので消しゴムでは消せないんですけど、だったら修正液とかあると思うんですけど、基本的には、間違えないようにその都度漢字を調べながら書いています。漢字がね、弱すぎるので私。で、それで間違っちゃった時は、新しい紙使う派です。次、傘を杖代わりにして歩くことありますかということで、最近ですね、杖代わりになんないぐらいの短いやつを使うことがあって、そもそも杖代わりで使えないっていう、使おうとするとなんだろう、すごいひっぷり腰になっちゃうっていうね、感じで。で次、空を飛びたいですかということで、皆さん考えてみてください。北海道です。空を飛べたらいろんなところ行けるんですよ。
そうなんです。普通に1時間2時間かかるので、ね、空で飛べたらどんだけ速くなるんだろうっていうね。でもね、空を飛ぶね、速度ね、ちょっと、によりますけど。一応ね、直線距離できるわけじゃないですか、空飛んだら。なので、ぜひ、北海道で住んでる身としては、まあ、空を飛んでみたいですね。はい。苦手な食べ物ありますかということで、納豆とか、ああいうものは無理で、ね、辛いものもね、比較的無理ですね。はい。あと、わさびもダメです。はい。まるで子供ですね。続いて、インスタで自撮りを上げてる人ってどう思うということで、まあね、嫌ではないですけど、私はね、見ないです。まずインスタをね、やってないんですよね。なので、まあ見る機会がないんですけど、別にね、どうも思いません。自分の視界に入れなきゃいい話なんで。で、好きな人にとっての魅力って何だろう。またなんか哲学っぽい話ですね。好きな人にとっての魅力はね、やっぱ、心じゃないですか。心と財産と、あと格好の三択でね、もし聞かれたら、心じゃないですかね、魅力って。ということで、そろそろ、時間もいい感じでした、に行ってきたので、ひとまこうも、コーナー、この辺で締めたいと思います。概要欄のリンクの方に、質問箱に送るリンクを置いておくので、ぜひそちらから送ってください。ちょくちょくツイッターでも返信していこうかなと思います。ということで、ここまで質問箱に答えようのオーナーでした。そろそろお別れの時間、エンディングでございます。いろいろなコーナーを海外はやっています。いろんなコーナーがありますので、ぜひホームページ確認してみてください。私からのじゃあ、ちょっとお知らせをいくつかさせてください。まず、この収録の前日ですね。3月31日に、使っていますですね。ラズパイの OS をちょっとアップグレードする作業で、日中の時間帯、メンテナンスのね、別の画面を表示して、ページのね、内容は、見えない感じになっていて、私もちょっと予想以上に時間がかかってしまって、そこは申し訳ありませんでした。で、お知らせ二つ目。今週、収録しているのが4月1日で、その週、PPSF という前から言っておりましたイベント、みんなでリビューを作って、そしてお互い、その技術をね、向上していこうっていうイベントがありまして、私もですね、作品を出して今 YouTube に公開されております。ニコニコにも出しました。でね、その時にね、鑑賞会ってものがあったんですけど、ディスコードで。で、私は自分の作品を出す時には、マイクのミュートを外して、皆さんとね、ちょっと喋りながら見たんですけど、いろいろ私が、こだわった、頑張った部分を皆さんに褒めていただきまして、本当に嬉しかったですし、まあ、これからも作っていこうと思いました。まあ、このイベントもね、別の PV もそうなんですけど、文字を主題にした、テーマにした PV とか、あとは 3D をメインにした PV とか、いろいろとありまして、やっぱね、ちょっと 3D にね、ちょっと踏み入れたいなと思って、私もですね、ソフト入れて、ちょっと勉強中の身なので、もし、次のね、PV の皆さんに公開する機会があったら、お楽しみということで、自分でハードルを入れておきます。そして、最後のお知らせですが、この番組、てっちゃんの部屋ラジオミニ、4月以降も、各週土曜日で、お送りを、したいと思います。で、今が4月の2日で、4月中はもう一回、隔週なので、4月の16日次回の更新あります。4月の30日なんですけど、ゴールデンウィークもあり、私のちょっと大切な、イベントといいますか、ちょっとやらなきゃいけないことが、来年に向けてもやらなきゃいけないことがもうすでにあるので、30日の配信については、お休みをいただく予定です。で、なので、4月中はこの回と、もう一回16日に上がります。で、5月は、14ですね。
なので、次の更新が終わると1ヶ月空きますので、皆さんよろしくお願いします。皆さんからもこの宛てのメールとか質問箱とかお便り、普通おった、もちろん大歓迎です。どんどん送ってきてください。メールアドレスはてっちゃんアンダーバーミニアトマークyahoo.co.jp です。Yahoo で新しいドメインでしたっけ、取れるよ、短いね、取れるようになったと思うんですけど、私のこの番組のメアドはそのまま yahoo.co.jp のまま行きたいと思います。スペルが tettyan_mini この小文字でお願いします。ということで、引き続きですね、皆さんとこうやって定期的にですねラジオをお届けするできますので、4月以降もぜひ付き合いの方よろしくお願いします。ということで、さっきもお伝えしましたが、次回は4月の16日の更新予定です。楽しみに。それではここまで鉄道ファンがお送りしました。また次回の番組でお会いしましょう。バイバーイ。